ウントダウンが始まりました。川崎と渋谷ティップオフです。最初のポゼッションは渋谷に入った。おベンドラメにここは長谷川拓にいいですね。このマッチアップ当たってなかったですね今ね。川崎ボールです。バジーパス青木へ。バジーパスのバウンドパス。青木の動きも良かったですね今ね。ハンドオフでもらえなくてそのまま川崎ボールは変わらず、ボール運ぶのに、ね、ちょっと、ね、ストレスがかかるので危ないですね。奪ったスパイク、ダンク。これがちょっと青木君が怖いんですよね。ちょっとねレギュラーシーズンもそうですけどね。ベンドラメ奪った。これ青木が入れるとこを焦ってしまうとああなるんで、これがね藤井君、篠山君いないというところになりますよね。はい、強烈なダンクでした。これで11対11の同点です。ボールは渋谷、ベンドラメから広瀬、ワオワクマッチアップになっている。ベンドラメから外、はい、杉浦、どうだ。今日の杉浦のタッチはいいですね。2本目、はい、青木が行く、スピース、バジーパス、辻3、おー辻2本目。久々に見ますね、なんか鳥肌立ちますね、辻君のスリーポイントっていうのはね。はい、次の3は森澤からナイスパスだ。サイズ森澤のパス、辻が行く、辻が行く、レイアップ。さあまた1点差。この攻防面白いですね。残り1分20秒、はい、そうですね、8秒、石井から中、サイズ、サイズ、シュート決まりました。マジーカス投げて、立ち止まった。これシュートはブザーが先。ハジーカスのタッチダウンパス、素晴らしいパスが通りました。アメが通るみたいでしたね今。これ石井君のパスはうまかったですね。これね、これで同点に追いついた渋谷です。35対35同点という折り返しになりました。いや各クォーターの得点も同じ、白熱した決勝戦になって、ね、面白いゲームになってますね今。シュートですかね、タイミングですね。両チームゾーン、辻、ハジーカス、スリーでいった、落ちてヒースリバウンド、ファイターマンのファール。ゾーンにするとやっぱりボクサーとに対する対応、ね、渡辺サイズに入る。さあ石井からサイズ、外でケリーからベンドラメ、ね、ベンドラメ決めた。一本入ったところで流れを掴みましたね、ベンドラメね。これでベンドラメ、3は決まった。前エテスでこれで1点差。3本目でしょこれ、次、森田ね、ステップバック、森田ね、シュート決まった、決まった、森田ね決めた。次席の2人マーク、辻直人、3ポイントはどうだ。すごい、すげえ。これで並んだ、辻は4本目、66対66同点。ベンドラメ、ベンドラメクラッチで決めた。クラッチから下からベンドラメ。さあここからメンタルゲームですね。クラッチタイムに入ったので5分以降ワンポジション2点差。ただちょっとキングするのはファティーカーとヒース全部出てるんで、そこら辺ですよね。辻、ファジーカスへ、そこでヒースがいた、かわして、はい、ヒース決めた。ここでヒース、さあ試合が動き合ってましたよ。ここヒースは2本目、個人の得点も15点目ですか。どう作るかですね、ここね。ヒースが来た、
もう一度山内サイズのピック、山内スリー決めた。また渋谷リード素晴らしい、出てきてこれ決めるか、素晴らしいです。あ、これ一番シードを決めれるか、お互いに辻行ってキースに合わせる、キース、素晴らしい辻君の判断ですよ。こう入っていった瞬間にもうサイズが来たんで浮かすだけ。おい、ヒースがあとは、あ、ファウルでしょうね、これね。リバースに変えてヒースが決めた。さあ、これで2点差。ヒースね、プレッシャーになってしまうので。点はダメですけども、スリーガズも絶対にダメ。川崎にとっては。これを決めくるからヤンケリー、ケリードライブ、キースのディフェンス、キースのファール、アンスポーツマンライクファールのアピールをしているが、これどうか。いや、ここでは吹けないと思いますよね、これはね。それをやってしまうともうゲームが決まってしまうので。そうですね、ここも手にいってるので、ここは、はい、さあ、加藤レフリーノーマルファールでビデオ判定、あ、決まった。アンスポーツマンライクファールになりました。これはきついですね。ヒース。ツーショットです。ペンドラメ。サイズにボールが行くならファウルゲームしても面白いかもしれないですけどね。ペンドラメ。ペンドラメから。あ、ファウルだった。ターバ。ファール、ペンドラメのファールですか。これなるとフリースローじゃないですかね。ただこれファジーカスはアンスポーツマンライクファールじゃないかというアピールをしています。ボールを失った後に。この後行ってるんで、これもしかファールであればフリーショーですよね、はい、ツーショットですね、チームファールが重なっていますので、数字に大事なフリーショー来ますね、これ。ね、これ、あ、サイズがもっと騒いでくれた、アピールしている。それにこうするかのように、サンロッカーズブースター。さあ、おー、ここで来ますね、はい。これ日本決めると17秒ありますよね、さっきのケリーのフリースローが痛かったですね、それのターンオーバー絶対出しちゃいけない部分、2投とも決めれば並ぶ。いや、すごい大事なシュート、1投目落ちた、後ろから渋谷の風が吹いた。2投目はこれ決めていいですか。あ、決めていいですね、17秒で決めてファウルゲーム、ファウルゲーム、辻、2投目、2投目を 決めて、これで川崎は即座にファウルをしたい。ケリーが出す、デフレクション、ボールはファウル、ボールは渋谷です。惜しいですね、これ。辻が入れて、ファジーカスが持つ、フィレアスクリーンから辻、スリーポイント、曲がりましたね、拾った、渋谷、ここは、これはしょうがないと思います、これはね、はい、辻君最後託した、ここはファールでした、川崎。2投目も決めた、これで決まりましたね、ここでタイムアップ、78対73、第95回天皇杯チャンピオンはサンロッカーズ渋谷、初優勝から5年ぶり2回目の優勝になりました。そして B リーグが開幕以降初めての優勝、最終スコア78対73、サンロッカーズ渋谷が川崎ブレイブサンダースを破っています。いや。